プロトゥールズのライセンスを iLock クラウドでアクティベートする方法を紹介します。iLock ライセンスマネージャーを起動し、サインインします。メニューバーのファイルから Open Your Cloud Session を選択します。iLock クラウドが開くと自動的にライセンスがアクティベートされます。